おはようございます。今朝は2月16日金曜日の昼前というところで、ちょっと今日朝起きてちょっとゆっくりしてからですね、田んぼの草を切りに行って帰ってきたというところです。今日は2月16日金曜日の夕方にですね、会社に行って話をするというそういう日になっていますので、若干緊張しながら過ごしているというところですね。はい、この動画が出る頃にはですね、今自分がどうなっているかちょっと全くわからないというそういう状況ではありますが、しかしですね、今ちょっとやるべきことをたくさん抱えていますので、そんなことをやっていこうかなと思っているところです。金魚たちはみんなちょっと静かなんですけど、基本的には元気かなというところですね。ちょっと露材が汚れてるんで、この辺りを洗ったりとか、ゆっくり時間を使っていこうかなと思っているところです。はい、ただいま2月16日金曜日の夕方というか夜の8時半ですね。はい、今日付けで、ですね、仕事を辞めましたということです。はい、それが結論になりまして、全然持ち込んだりとか塞ぎ込んだりしてはいないんですよね。それは次どうしようかなっていうのがもうほぼ決まっているというのももちろんあるんですが、特にこう誰が悪かったとか、嫌な思いをした人っていうのはいるかもしれないですけど、私自身はですね、嫌な思いには慣れてるというか、そういうところがありますので、切り替えをしてですね、次に向かって進んでいきたいということになっておりまして、で、今からいろいろ大変なのは間違いないんですけども、でもそれをですね、自分のものとして受け入れて、で次に進んでいくっていう心の準備はもうすでにできているので、ただ自分のやるべきことを頑張っていくのみかなと、そのように思っております。やりたいことがいっぱいあるし、やるべきこともたくさんあるんで、迷ったり悩んでる人はいる暇はないんでですね、それを自分自身にしっかり貸して、で、間違いないようにしっかり歩んでいきたいと思っているところですね。はい、ということで、今日もちょっといろいろやることあるんでですね、それを早速ですけど、やっていこうかなと思っております。おはようございます。今朝は2月17日土曜日朝11時33分ですね。はい、結構今日は寒いですね、というところです。金魚くんたちは基本的には朝方はやっぱりかなりおとなしくしてますね。だるま雪もあそこにかまってるんですけど、多分大丈夫かなというところですね。その他この金魚たちも全然表に出てきてなくてですね、この橋の下に寝ているようですね。はい、というところで今日土曜日ですね、いろいろやることありますんで、いろいろやろうかなと。あとちょっと右腕がちょっと痛いので、ちょっと整骨院に行ってこようかなと思っているところです。はい、ただいま2月17日土曜日の夜の9時15分ですね。今日は9時半から一応対談をする予定なんで、今待っているというところです。今日一日、という間に時間が過ぎてしまいましたけども、基本的には倉庫の片付けとかをやっておりまして、で、午前中にちょっと整骨院に行って、あと買い物したりとか、そんなことやってましたというところです。はい、ということで、対談の方ですね、頑張ってまいりたいかなと思います。ただいま2月の18日の朝10時です。日曜日朝です。金魚たちはですね、こっちの金魚たちはみんなこの下に隠れてますね。やっぱそういう習性がありますね。でこっちの金魚たちは隠れる場所がないからそのまんまですが、みんなおとなしくしてますね。カメ君もおとなしくしてますね。はい、さあ、ということで、今日は、時間があるんですけど、若干右腕がまだ痛いので、ちょっとおとなしくしながらですね、倉庫の片付けとかをやろうかなと思っているところですね。はい。はい、ただいま2月18日の夜7時35分ということです。今日はちょっとだけ疲れていてですね、若干頭が痛いという感じだったんで、寝ておりましたよと。
2時間ぐらい寝てましたというとこですね。今日も日曜日なんですけどね、まあ、明日からまたゆっくりできるんで、まあ、非常に気が楽ですね。やっぱり、まあ、仕事するのは大変ですよね、本当に。まあ、そんな感じもあってですね、まあ、今からちょっとゆっくりしようかなと思っています。また、はい、ちょっと右腕が若干痛いんでですね、やっぱ体調はあまり良くないというところです。はい、あとはギター弾いたりとかしたいんですけど、まあ、それはちょっとできないんで、おとなしく寝てみようかなというところですね。まあ、金魚たちは基本的に元気なんで、まあ、とりあえず餌をあげてですね、今、様子を見てますけど、まあ、元気ですよというところですね。はい、おはようございます。今朝は2月19日朝8時37分ですね。はい、昨日ですね、なぜかオレンジのデミキンが死んでてですね、なんか全く無傷で、外傷も全くなしに死んでました。残念ですけど、なんか傷んだようなところも全く見受けられなかったんですけどね、まあ、なんかたまにそういうことあるんですよね。はい、残念でしたということでした。でこっちはですね、やっぱり金魚たちはみんなこの中に隠れててですね、外にいないんですよ。なんか仲良く隠れてます。はい、一応月曜日の朝です。はい、仕事が終わりましたんで、なくなりましたんで、まあちょっとゆっくりしてましたけど、ちょっと腕がですね、左手と右腕両方なんかちょっと痛いので、まあ、むしろですね、この状態で仕事してたらちょっとかなりきつかったんじゃないかなとか思います。やっぱり現場とかに出て行って、腕が痛いからちょっとっていうのはできないんでですね、まあ、なんでしょうね、その、まあ、こんな今ちょっと若干ジンジンするぐらい腕の痛みがあるんですけど、今まではやっぱそういうこともあったんですよね。結局会社に行かなきゃいけないから、なんとか気合で乗り切ろうとして、腕が痛いけど、まあ、見過ごしてみたいな、多分そんな感じだったと思いますね。正直、そういう緊張感がなくなると痛みが、まあ、伴ってくるっていうかですね、だから多分それだと思います。今までは痛くなかったわけじゃないけど、まあ、そこをこう自分が乗り越えてきたというか無視してきたっていうかですね、で結局体に影響を、痛みが伴ってきて、でやっぱ仕事が終わったら解放感もあるから、まあ、普通に過ごすみたいな、そんな感じだったんじゃないかなという気がしますね。今はちょっと左も右もちょっと腕が痛いんで、もう今日はもうゆっくり休もうかなと思っております。はい、まあ、せっかく与えられた期間なんでですね、有意義に過ごしたいかなと思っております。はい、ただいま12月の20日の昼の12時15分ですね。一応朝起きてからですね、ちょっと手伝いをしたりとかしておりまして、でさっきまでちょっと横になってですね、ちょっと YouTube の音声をずっと聞いてたんですね。最近はちょっと社会学の大学の授業の音声をよく聞いているんですが、今日ですね、ちょっと起きた時からもすでに右腕がめちゃくちゃ痛くてですね、まあ、なんか昨日とといもそんなことを言ってたんですけど、起きた瞬間に今日が一番痛いという感じがしました。で原因としてはですね、ちょっと YouTube 見ながらそのストレッチのおすすめ方法みたいなのを見て、結構そうやって腕を動かしてたんでですね、まあ、それが、まあ、ちょっとやりすぎたのかなとかいうのも思ったんですけど、最近はまあ特にやっぱり肉体のなんというか疲労の蓄積が、やっぱちょっと多いなっていうのを正直感じていますので、体を休めてもなかなか休めきれないみたいな、まあ、なんかそんな感じが正直ありますので、まあじゃあどうすればいいかなってなったら、やっぱりもう体を横になって休めるしかないかなと思うんですね。下手に運動とかしてもやっぱりあんまり良くならないような、まあ、一つ思い当たるのはやっぱり草刈りを本当に短時間、もう1時間ぐらい草刈りをして、でそれで右腕がちょっと痛くなってっていう影響もあるし、やっぱり座ってたらやっぱり右腕が痛いし、
まあ、そういうところですね。やっぱり体をこうなんていうか上手に使っていくっていうことをしっかり考えていかないとダメだなと、まあ、なんかそんな風に改めて思いましたというところですね。はい、ということで、まあ、今日もちょっといろいろやりたいんですけど、まあ、まあ無茶してもなという感じなんで、まあ、結構休もうかなというところですね。うん、まあ、あとやっぱり、仕事を辞めたことですごい反発を受けてるっていうのが実際なんでですね、まあ、その辺でちょっと気持ちもちょっと、まあ、ネガティブになったりするんですが、まあ、それもやっぱり乗り越えるべき障壁かなと、まあ、そう思いながらですねやっていこうかなと思います。まあ、なんかこう楽をしていいことはないなという気持ちはやっぱり正直あるので、ただ今はちょっと体を無理するのは良くないので、今はとにかく休んで、で、まぁ、あ、ちょっとやるべきこともですね、やりたいこともいっぱいあるので、そのあたり上手にやろうかなと。ここですね。なんか、カメ君がこっちを見ているようですね。餌を欲しがっているのか、餌をちゃんとあげてるんですけど。はい、というところです。はい、ただいま2月20日の夕方7時前ですね。今日はもう昼ずっと休んでました。まあ寝てたんでですね、結構、まあ、ちょっと夜眠れるかなとちょっと心配ではあるんですが、まあちょっと右腕の具合があまり良くないですね。まあ多分今はとにかく体を休めるということが一番大事かなという感じですね。やっぱりこういろいろとですね、こうやることがはっきりしていて、でそれに夢中になっていると、なんか自分の体の異変とかにはやっぱり気づけないんだろうなと、まあ、改めて思います。結局自分の体がこう悲鳴を上げているのに、その悲鳴よりか目の前の課題の方がアラームが大きくて、それを見てしまうとやっぱり自分の体を休めるっていうのができなくなってしまうという、まあごく当たり前のことなんでしょうけど、なかなかですねそういう感覚が身につかないもので、やれると思ってやってしまうというところなんでしょう。まあ、やっぱりそのよく言うパソコンとかの作業は1時間で、まあ、15分休憩してっていう、まあ、そういう常に休憩を挟みましょうみたいなのは結構こう当たり前のことだし基本的なことなんですけど、全然そんなことやれてなかったしですね、やっぱりこう世に言われてることで、まあ、特にこう自分の体に関することは特にやっぱり気をつけていかなければいけないなと思います。もうそこまで自分の体は、まあ、若くないんでっていう感覚を持たなきゃいけないのかなと、非常に反省しているところですね。まあ、やっぱり自分のことは自分でやらないといけないという、もう全くその通りだなと改めて思います。ちょっと腕も痛いし、体の全体的な具合も、まあ、あんまり良くはないんでですね、まあ、ゆっくり休もうと思いましたというところで、気温は今温度計にして17度になっています。結構あったかいですね。冬という感じではなくなってきましたね。2月の終わりです。まあ春が、まあ、確実に近づいてきてるなという感じですね。こうして見てやっぱ亀の水槽、亀水槽はやっぱ随分あったかいと思うんですよ。20多分3、4度ぐらいにはなってると思うんで、亀くんたちが非常に元気ですね。はい、あと水がですね、なぜか原因がはっきりわかんないですけど、水が結構抜けていくっていう現象がやっぱりちょこちょこ起きるんで、そのあたりもちょっと気にはなりましたというところでした。はい、というところです。